今日は予定を変更。ブランカの民兵隊を取材してから、ゲルダの後ろからじれたそうにブランカが身を乗り出してきた。いいから早くついてきて。隊長に会ってほしいの。正真正銘本物の軍人なんだから。政府軍に残留した数少ない将兵たちは、ほとんどが最前線に出ていた。民兵隊に優れた指揮官が配置されるとも思えないが、ブランカはゲルダの仕事にかこつけて、リックを仲間たちに引き合わせる気らしい。リックは肩をすくめて応じると、フルアパートを出た。女性は不可思議だ。昨夜は随分相性が悪そうだったのに、前を歩く二人は昔からの女友達のようにすっかり打ち解けて楽しそうに談笑している。どうやら二人の共謀の線もありそうだった。カステリアーナ通りの並木院長あり抜けていく。ブランカに案内された民兵隊本部は内戦が勃発して間もなく亡命した貴族の邸宅でファン・ブラボ通りにあった。民兵の宿所でもあるらしい大広間には、童顔の少年兵から白髪の混じった初老兵まで、民兵たちが賑やかにたむろしていた。濃紺の民兵服を着ている者は半分ほどで、残りは皆コーデュロイの膝丈ズボンに、めいめいジッパー付きの上っ張りを着ていた。首に巻いたアナキストを表す赤と黒のネッカチーフだけが申し訳程度に統一感を醸し出している。メキシコ製のレミントンは少なく、多くのものよ。スペイン製の古いライフルを肩からかけていた。日中は外で普通に働いている者たちもいるから、全員が揃っているわけではない。ゲルダは人の心を驚かす名人らしい。民兵たちに話しかけては、様々な表情やポーズを引き出しながら、屋内外の撮影をしていた。その間、リックは部屋の花瓶に持たれて、憂鬱な思いで、タバコを2、3本吸い終えたところだった。